皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学歴史3分チェックプラスアルファ、今回は聖徳太子の政治についてお話しします。この3分チェックプラスアルファという動画、まず3分間で大切な言葉を覚えて、この赤い文字の部分ですね、この言葉を覚えて、次にその言葉を覚えているかどうかを穴埋め問題でチェック、そしてプラスアルファでこの言葉どんなことなのか、どんな内容なのか、これを確認するという形をとります。593年聖徳太子は推古天皇の摂政となって、蘇我馬子と協力して政治を行いました。摂政というのは、天皇が女性の時または幼い時に天皇の代わりに政治を行う役目、役職、その人です。でどんなことをやったかというと、会員12会というものを作りました。これはそれまで役人はこれ世襲制だったんですね。何氏だったらどんな役と、何氏だったらどんな役という、そういう仕組みだったのをやめました。これ家柄にとらわれずに能力や功績のある豪族、これを役人に取り立てる、こういう仕組みを作ったんですね。そしてこの官位というのは個人に与えられるもので、その子供とか孫に引き継がれることはありませんでした。また一生懸命働けば官位は上がるし、怠ければ下がるという、こんな仕組みにもなっていました。次は17条の憲法です。これはテストにもよく出ます。役人の心構え、これを示して天皇中心の政治を目指しました。それから遣隋使の派遣、これも行いました。当時中国は隋という国だったんですね。で遣隋使の派遣で覚えておいてほしい人物、小野妹子、この人は遣隋使として、遣隋使として中国に送られたので、この人の名前覚えておいてください。で隋の進んだ文化、これを取り入れようとしたと聖徳太子は。それから隋と対等な立場で国と国が交流しようとしたね。でも日本ってちっちゃい国ですよね。で隋は大きい国だと、だから対等な立場、そういう手紙を国書として持っていったんですけど、隋の当時の皇帝煬帝という人なんだけど、とても怒ったそうです。そして返書を送ったんですけれど、この返書、小野妹子が持って帰ってくるはずだったんだけど、途中でなくしたという。実は隋の皇帝が日本のことをよく書いてなかった、でわざとなくしたんじゃないかと。そしてその次に小野妹子、もう一度翌年に隋に行くんですけれど、その時にはこの対等な立場じゃなくて、次の手紙はちょっと日本がへりくだったような内容になった手紙、これを持っていきました。それから法隆寺の建立、建立と書いて建立と言います。これね、建物を建てることですね。お寺を建てたんですね。これは現存する世界最古の木造建築になっています。実際に聖徳太子が建てたもの、これは一回火事になって焼けてしまって、その後再建されたものが現在に残っています。それでも世界最古の木造建築物なんですね。そして飛鳥文化、この聖徳太子、推古天皇の時代の文化、これ日本で最初の仏教文化です。これを飛鳥文化と言います。では次は穴埋め問題でチェックしましょう。今度は四角に入る言葉、覚えているかどうかをチェックしていきます。私が説明の部分を読んで、その後はいと言って答えを言います。そのはいの後、私と一緒に皆さんも答えを言ってみてください。では始めます。1番です。家柄にとらわれず能力や功績のある豪族を役人に取り立てる仕組み、これは何ですか。はい、会議12回。2番です。役人の心構えを示し天皇中心の政治を目指した、これは何ですか。はい、17条の憲法。3番です。隋の進んだ文化を取り入れようとした、隋と対等な立場で交流しようとした、これは何ですか。はい、遣隋使の派遣。4番です。現存する世界最古の木造建築物、これを建てた、これは何ですか。はい、法隆寺の建立。5番です。日本で最初の仏教文化、これは何ですか。はい、
飛鳥文化、もう一度やってみましょう。いきます。家柄にとらわれず、能力や功績のある豪族を役人に取り立てるときに、これは何ですか？はい、会議12回、役人の心構えを示し天皇中心の政治を目指した、これは何ですか？はい、17条の憲法。3番です。隋の進んだ文化を取り入れようとした、隋と対等な立場で交流しようとした、これは何ですか？はい、遣隋使の派遣。4番、現存する世界最古の木造建築物、これを建てた、これは何ですか？はい、法隆寺の建立。5番です。日本で最初の仏教文化、これは何ですか？はい、飛鳥文化。こうなりますね。では次はその言葉の内容の方確認しましょう。最後にそれぞれの言葉がどんな内容だったか覚えてるかとかチェックしますね。これ先ほど書いてあったことと全く同じじゃなくて構わないんです。内容が同じだったら OK ですからね、気楽にやってみましょう。まず簡易12回、これはどういうものかというと、家柄にとらわれず能力とか功績のある豪族、これを役人に取り立てる仕組み、こういうものでしたね。で、17条の憲法、これは役人の心構えを示して天皇中心の政治を目指したもの。そして遣隋使の派遣、これは隋の進んだ文化を日本に取り入れるため、そのもう一つが隋と対等な立場で交流しようとした、そういうものですね。で、法隆寺、この建立は、法隆寺というのは現存する、今残っているところですね、現存する世界最古の木造建築物、これが法隆寺ですね。飛鳥文化、これは日本で最初の仏教文化、こういうものでした。もう一度確認しますね。簡易12回というのは、家柄にとらわれず能力とか功績のある豪族を役人に取り立てる仕組み、17条の憲法、これ役人の心構えを示して、これ天皇中心の政治を目指したもの。遣隋使の派遣、これは隋の進んだ文化をまず日本に取り入れようとした。もう一つは隋と対等な立場で交流しようとした、こういう内容でした。法隆寺の建立、法隆寺は現存する世界最古の木造建築物ですね。飛鳥文化、日本で最初の仏教文化、こうなっていました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。